ゲバは、鬼人の前で、車寺の境内で、また城内に入る前に、敬意を表すために、切っている馬から降りることである。同じように、腰車から降りる場合は、下乗という。放送使用賞には、三位以下の者が路上で神脳に、会えばゲバするのをはじめとして、異界に応じてそれぞれゲバの両性を乗せ、有意者でない場合も静ズシャ、少女は、鬼人、 老人に対して同様にすべきであり、良性に背くと知財に処せられたという。これが、いつまで、どの程度行われたか、明らかでない。定常雑記には、腰に召したる人に、行和比、または、人の犬を物、笠掛け、やぶさめ、大と小となどいられる場所近き辺を通るとき、ま、または、野山にて幕など内遊興せられるあたりを通るとき、または、 神社仏寺の前を通るとき、また山色などの門前を通るとき、または川狩り高狩りなど人のするところを通るとき、また高末たる、人うつか否に行はひたるとき、いずれも我知らぬ人なりとも、必ず下馬して通るなりとあり、武家時代を通じて、礼儀として謙遜した。訪問においては、山頂は言うまでもなく、旧門で下場、下馬をさせ、寺社も、またそれに準じた。 江戸時代には、城外に、下馬札を建てて、城中では、将軍以外はその身分に応じて、下馬の制限を受けた。例えば、新王、大納言以上でも、注文で下乗した。幕末、下馬、下乗の廃れたが、明治維新後、明治元年る4月の下乗下馬のせいから始まり、明治12年までに変遷はあるが、宮城、離宮、諸官省、社寺などに、 一定の性があった。明治21年に所管庁においては便宜に任され、滅んだ。下場、下馬には成分があるが、下馬札の成分は見当たらない。その起源は明らかでないが、大東三意聞に、釈迦が霊衆山で説法するとき、大盆下場の外場を立てたことが見える。一話一言によれば、昭安三年、県大相図、英雄が立てた。 高尾の下馬碑が最古であるという。江戸城の書門外には下馬札が建てられ、社寺にもあった。明治2年8月、神宮、韓国兵舎に皇族の参拝のある時、下馬下城の場所を指定する、要教武将から礼されている。その規定や処方については、江戸時代、少励院に筆法が伝わるなど取り扱いがやかましかったという。ありがとうございます。